ねえねえ、今日は勝てるかな？きっと勝てると思うよ。貸し回りチャンネル。初めましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり。貸し回りでございます。はい、本日は第99回天皇杯2回戦、北陸大学戦のマッチレビューです。はい、結果はと言いますと、前半15分までに畳みかけるように取った3得点と、後半喫した1失点で、3対1ということで、3回戦への勝ち上がりが決まりました。次戦は栃木 SC との対戦となっております。はい、ではスターティングメンバーの確認から参りましょう。鹿島、左から右、ゴールキーパーが曽我畑、ディフェンスラインが右から小田、関川、町田、小池、ボランチ2人が平戸と名護、サイドハーフ右が阿部、左が一馬、ツートップに金森とセルジーニョが入っておりました。一方の北陸大学ですけれども、ゴールキーパーが長谷川、ディフェンスラインが右から徳永、田畑、イ・チョルキュ、竹林、ボランチにアンカーに山本が入りまして、その1列前に坂田と東出が並んでおります。3トップ右から矢島、長嶋、高橋となっておりました。はい、鹿島の狙いとしては、プレスですね。早めに金森と一馬ですとかが、早めにプレスをかけていき、そこでこぼれてきたところというのを名護が回収をするというようなイメージで、左をメインで、いつものように左メインでプレスをかけていったところからスタートしております。ここのところで少し、このアンカー脇のところですね、ここのところに狙いを持ってボール回しですとか、あとはここのところに狙いを持ってプレスをかけに行ったということで、鹿島としてはこの狙いがはまっております。ここのところで少し優位性を作れたために、15分までに得点を重ねることができました。はい、でこの後なんですけれども、相手北陸大学はほぼ対面のような形の4-2-2-2に変更しております。でこの変更が、鹿島にとってやはりまた再びこの4-2-2-2というミラー対面のところが、少し鹿島としては、苦しい展開に持っていかれるということになりました。はい、というのも、まずこの鹿島のブロック守備だったんですけれども、ツートップがプレスに行きながら、ボールが動いたところのサイドに1人出ていくよっていうような形をとっていたんですけれども、ここの時にこの間でボールを受ける選手がいるということで、ここの真受けのところと、この真受けからこの選手を引っ張り出しておいて、できたここの斜めのところ、いわゆるチャンネルと呼ばれるところを通してサイドにボールを出していくというところに対しての狙いを、北陸大学は徹底して守って、ここのところで攻撃をついてきました。要するに鹿島の真ん中とサイドのところ、ここのところの連携面と、ここの選手に対して誰が行くのかというところの連携面のところをついてきていると。でここに対してサイドバックが出てくるということになったら、ここで斜めのパスを出していく、チャンネルを通して出していくということに対して徹底してきたということですね。要するに、ここのところの連携面のところ、この四角形のところに対して相手の4人のところで、対応をしてこられましたよということでございます。はい、通常このミラー対面というところというのは、質的な優位を得られてしまえば、かなり不利を被る戦術の一つではあるんですけれども、逆に北陸大学はここにそのずらすというところを目的として、もともと4-3-3でやっていますから、ずらした時にも選手が対応できるといったところで、ここの四角形に対して
まあ、形としてはこのひし形ですよねの形で間間でボールを受ける選手を作ることによってここのハーフスペースのところを支配しに行くと、こことここの関係でハーフスペースを支配しに行ってチャンネルを通していくというところに目的を持ってきているというところで、ミラー対面ですけれども1枚ずらしてしまう、もしくは1人で2人を相手するような形をかたどればここで数的有利を作れますよという形を北陸大学は取ってきたわけですね。はい、これにより、ミラー対面ではございますが鹿島としては数的不利という状況に、陥らされるというところになってまいりました。まあ、そこのところに対して鹿島として対策を持っていたかと言われるとノーでございます。この試合の交代にカードに関しましても、連携面等々考えられた交代なわけではなくって、単純にまあその温存の部分であるとか、もちろんね、3対0で勝利、3対0でリードしていたわけですから、そのところを考えるというよりはその選手を、スタミナ面ですとか休養面考えて入れ替えていくというところにしか、交代のところは少し狙いを持っていかなかったため、まあ、そこのところに着手することはできなかったということでございます。であればこの場合鹿島は本来じゃあどうすればよかったのかというところですけれども、まあ、例えば1枚降りてきてここで見ていけば、この選手が見ていけばここを数的有利にすることができたわけですし、あとは臨機応変に、まあ対応を変える形としてこういった形で当てていく、どこかで一箇所で数的有利を作るという形を取っていくということをすれば鹿島としては良かったわけなんですけれども、まあ、残念ながらこの試合その防波堤となるべきボランチのところ、例えばここがボランチがスライドしてきても良かったわけですよね。というところで、まあ、少しここのところでその守備能力に長けた選手がボランチに入っていなかったというところに関しては一つ触れておかなければならない部分であったことと、まあ、特に左サイドに関しましては、まあ、関川と小田というコンビで、まあ、連携も何もあったもんじゃないよというところ、本来自分たちの小田に関しては左がそもそも本職にもかかわらず右をやっていましたし、関川に関してはまだまだ、ルーキーであるというところの点も考えると、どうしてもそこのところで、なんていうんですかね、まあ、コミュニケーションの中で何かできることがあったかと言われればそうでもなかったのかなというようなところで、まあ、今後にねここのところで生かしていって、そのマークの受け渡しというところのコミュニケーションというところを今後取っていってくれればいいかなと思います。はい、で、まあ、その北陸大学がじゃあ画期的な何かをしてきたのかと言われると、その考え方ですね、物事の考え方として、そのハーフスペースの利用であったり真受けの部分であったりとかっていうところで、現在その言語化されてきている部分ということで新しいように見える画期的な部分になってくるようには見えるんですけれども、本来その昔はねよく言われてたんですけれども、要するにマンマーク戦術なんですよ。はい、要するにマンマークの戦術であったと。でこれっていうのはよく昔にそのあったんですけど、強い相手と戦うときにはマンマークで徹底的に相手のところを一人一人を潰していこうね、一つずらせばチャンスになるよねってよく言われるところだったですね。で、まあ、まんまその昔からよく言われているその戦術、マンマーク戦術みたいな部分っていうところをその現代風のサッカーですね、現代サッカーのように言語化して、要するにそのずらすという行為に対してじゃあどこのスペースを使っていくことってどうずらしていくのかということをしっかり説明をすると、選手たちがそれを理解して行動に移す、判断に移すというようなところにつなげていたというところでございます。ですからもし今後鹿島が例えば今週高台と戦いました、次また強い相手と戦っていきます、そしてクラブワールドカップに出ていきますっていう風になった時に、鹿島も同じような形を使っていく、言語化していくことって
ジャイアントヒリングを起こしに行くっていうことに対して前向きに捉えられるような戦い方を、北陸大学してきておりました。はい、貸し回りとしてはこの試合から読み取れたところはこのくらいかなと思っております。まあ、もう少しね細かくすればいくつか、ね、あの細かい点とかも等々もございますが、まあ、このぐらいのところになのかなというように思っております。で、今度北陸大学さんがあの地元 の, その大学と戦うために7月21日にこちらに来られるんですね。で、そこのところで少しその、まあ、北陸大学さんの方で学生コーチをされていて、まあ、結構戦術界隈では有名な、小屋のひろむさんという方と少しお話をご挨拶をということでちょっと連絡を取り合いましたので、ぜひともそこでご挨拶させていただいて、この試合の戦術意図等々を少し聞いてみたいなと、勉強させていただきたいなと思っております。はい、で、この試合の最大の焦点っていうのはやっぱり若手がどうだったのかということだったのかなと思います。で今回、いつもこの、ね、マッチレビューを書くと同時にその前に試合終了後にあの貸し回り採点してるんですけれども、その採点の方で、今回は若手の選手たちについて結構深めにあの書かせていただいております。ぜひともそちらの方で若手の活躍等々どうだったのかな、どういう内容だったのかなというところを確認していただければいいかなと思っております。ブログについては下の、ね、概要欄に貼り付けてありますので、そちらの方からご覧ください。はい、本日は第99回天皇杯2回戦北陸大学戦のマッチレビューでした。ご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、貸し回りを応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回おつまわり。